はい、今日の一問一答ですね介護支援分野保険給付のの種類、手続き、内容にについての単元になります介護保険の利用者負担に関わる低所得者対策について次の記述は正しいか誤りか答えよ問題生活保護受給者は高額介護サービス費の支給対象とならない 生活保護受給者は高額介護サービス費の支給対象とならないとありますがこれの答えは誤りとなります介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は原則1割となっています高所得高齢者さんについては2割負担ですねでさらに2018年8月からは 合計所得が220万円以上の方につきましては、3割負担となります。さらなる負担に、世帯によっては、その1割、ないしは2割、3割の負担が厳しいということがあります。なので、この所得段階の人は、これ以上は払わなくてもいいですよ、という負担上限が決められています。その上限を超えた分に関しては、介護保険から還付される、という仕組みになっています。これを、 高額介護サービス費と言っています医療保険でも高額療養費というものがありますねこれと同じ仕組みになっています申請すると払い過ぎた分が後から戻ってくるという償還払いとなっていますこの高額介護サービス費は所得段階ごとに1ヶ月月ごとの自己負担上限額が定められています低所得世帯は1万5千円 中くらいだと 24, 円そして今回の改正により2018年8月からは一般所得世帯が今まで3万7200円だったものが4万4400円という上限額になっています、まあ、さらに上の現役並み所得世帯というのは同じく4万4400円となっておりますなので1万5000円が上限額の方もいるし 2万4,600円が上限額の方もいるし4万4,400円の方もいるしというふうに所得ごとに1か月ごとの上限額が定められているということですね負担すべき上限額に差はありますがどんな人でも使うことのできる制度です低所得生活保護世帯の方から中くらいの方一般所得の方、まあ、それぞれが対象となるみんなが使える制度となっております でこの設問では生活保護受給者は高額介護サービス費の支給対象とならないとなっておりますが生活保護受給者生活保護の受給者の世帯というものも対象となる制度となりますのでこの設問は誤りとなりますでこの高額介護サービス費というものは月単位で上限額が設定されているということも併せて押さえておくといいですね 今日の解説は以上です。